ジョン・モーは、イギリスの鉱物学者。彼はこの分野において、実地的な研究手法を取り入れたことで知られる。モーは1764年に、ダービーで、サミュエル・モーの息子として生まれた。母親は、彼が10歳の時に死に、バイトン生まれの5歳フランシスが彼を育てた。彼は若いうちは15年間、船乗りとして過ごしたようである。1790年。 サンクトペテルブルクとの貿易を行う商船、トレントの船長となった。1793年、モーは、ダービーの石クリチャード・ブラウンの下に、弟子入りし、1794年11月1日に、彼の娘サラと結婚した。ブラウンモーは1797年にコベント、ガーデン近くで開いていた小売店の名前で、その店は、ダービーシャーの大理石を使って、 ダービーの工房が制作した品々を販売していた。1794年に始められたこの事業で、もうは支配人を務めた。ダービーシャーの功績で作られたダービーシャーの地層の地質学的説明図は、かつてはすべてホワイト・ワートソンが制作したものと考えられてきたが、現在では、 ダービー博物館にあるいくつかについては、ブラウンモウが実際に制作したものと思われている。18世紀末に彼は、イングランドとスコットランドのほとんどの鉱山を旅して、周り、スペイン王の飾り棚用に鉱石を集めた。1800年、彼は、マトロックバスに、王立博物館のホタル石工房を持ったが、その周辺の鉱山に関して、代理人を通じて、 トーマス・ピアソンと争うことになった。1804年8月、彼は、ポルトガルのセッションの宮の出資のもと、ラプラタ側への商業的な実地調査の旅に出かけた。彼の目的は、伸び悩んでいる、ブラジル経済に活力を与えるかもしれない金及び、ダイヤモンド産業の将来性を評価することだった。イングランドとスペインの間で戦争が勃発した頃、 モーはカディスまで来ており、彼はそこで足止めされた上、病を得て死にかけた。彼は1805年3月にカディスからモンテビデオに出港し、到着するやイングランドのスパイとして投獄された。すぐに釈放はされたものの、抑留され、1806年にウィリアム・カーベレス・フォードがモンテビデオを占領するまで解放されなかった。モーには、 ジョン・ホワイト・ロックが率いるブエノス・アイレスへの遠征隊が同行しており、彼らがモンテビデオに戻ると、一行はスクーナー船を買ってブラジルへと出版し、途中サンタカタリナ島など様々な港へ立ち寄った。ブラジルでは、モーは、摂政の宮によって還元された。摂政の宮はモーに、1809年から1810年にかけて、 ミナスジェライスのダイヤモンド鉱山及びその他の内陸部に立ち入る許可を与え、また政府の記録文書の閲覧を許した。マトロックバスにあるモーの博物館モーは1811年にロンドンへ戻り、サマセットハウス近くのストランドに店を開き、実地経験のある鉱物学者として有名になった。1813年、彼は、 コーンオール王立地質学会の会員に選ばれ、1817年には、イエーナ鉱物学協会から学位を授けられた。もう夫妻は息子一人、娘一人を設けた。息子のジョンセインとモーは22歳で没し母親のサラは遺言状で、息子の隣に葬られることを望んだ。娘は、アントニー・ティシントン・タトローと結婚し、 彼は1816年にジェルトナムの店で、モーの共同経営者となった。モーは1829年10月26日に、ロンドンで没した。彼を記念する名版が、ダービーシャーのカースルトン協会にある。彼の事業は、鉱物学者のジェームズ・テナントによって、1840年まで、モーの未亡人サラとの共同事業として続けられた。サラは引退するまで、 女王陛下御用達の鉱物学者という肩書を使った。鉱物学と地質学の平易な授業第3版に載せられたジェームズ・ソアービート息子たちによる差し絵モウの最もよく知られた著作は南アメリカでの旅を綴ったトラベルズ・イン・ザ・インテリア・オブ・ブラジルである。彼は他にも以下の本を表した。彼はウォーダルク。 S スイントロダクション o n コ o c o n の第2版を編集し、またルドーイク・ビルヘルム・ギルバートのアナリン・デア・フィシック氏に、ブラジルにおけるダイヤモンド等の算出という論文を、クオート、ジャーン・オブ・サイエンス氏に、デボン・シャーのトルマリントリン解析という論文を投稿した。時期は不明だが、船長、航海士、旅行者への手引き特に難解の、漁業関係者向けマイナスという本も出版していた。 ようである。南アフリカの近郊山の手書き原稿は、ロンドン地質学会の図書室に展示されている。モーの著作の多くには、詳細な多色図りを専門とするジェームズ・ソワービーと、息子たちのイラストがふんだんに使われている。ありがとうございます。